ピアノ協奏曲第2番変炉町長作品19はルートヴィヒバンベートーベンが1786年から1795年にかけて作曲したピアノ協奏曲第2番とされているが実際は第1番よりも先に作曲されている楽曲の規模や楽器の編成の点では第1番よりも小さくまたハイドンやモーツァルトの影響が強く残っている作品であるが 随所に、ベートーベンの個性と独創性が伺える。従来は1793年頃から作曲とされていたが、近年になって、作曲は1786年頃から着手されたことが判明しており、純月としては、ピアノ競奏曲第0番編法長長の次に、作曲に着手したことになる。また本作には4種類の改定校が存在し、 これらの改訂港はそれぞれ本に住んでいた時期から1798年にかけて施している。完成は1795年3月になされ、初演は同年の3月29日にウィーンのブルク劇場で催された事前演奏会にてベートーベンのピアノ独奏によって行われた。この初演は作曲者にとって初のウィーンでのデビューであった。カデンツァはベートーェン自身により曲書か,かれ、 81小説、ある。これは講演者のルドルフ大公のために1809年頃に書かれたとされる。ベートーベンは本作を4度にわたって改定を施しているが、本人は書簡においてあまり最良の出来とは言えないと述べていることから、この作品に自信を持っていなかった。諸行諸行はボンで活動していた時期に完成されている。第二項、第三項と同じくウィーンにて施された。 本来修学賞として計画されていた変炉町長のロンドはこの改定時に生み出され同年中に演奏されたがベートーベンは第3項の作成の際にこのロンド学賞を除外している。第3項、第2項と同じくウィーンにて前述のロンド学賞を外し現在知られている形の学賞として作成された。また、 第一楽章の一部とピアノのパートの変更を施している。第四校決定校、ベートーベンが三回目となるプラハへ旅行していた1798年10月に施された。第四校の初演は同地で行われている。楽器編成が小さい理由は、はじめ貴族の指定で演奏することを想定して作曲したからではないかと言われている。独奏ピアノ、フルート1、オーボエ2、 ファゴットに、ホルンに、言語部全三楽章構成。演奏時間は、約28分。第1楽章アレグロコンブリオ変ロ蝶々。4分の4拍子。競争風ソナタ形式。第2楽章アダージョ変ホ蝶々。4分の3拍子。変奏曲形式による、感情楽章。第3楽章ロンド。モルトアレグロ変ロ蝶々。8分の6拍子。ロンド形式。AB。 ベートーベン、ピアノ競奏曲全集解説書、P8 から9、ハンスベルナー9点の調査による。この事前演奏会は、同地の音楽協会が未亡人の救済のために催した演奏会であった。この初演トップラ派での演奏会においては、ほとんど即興で演奏したと伝えられている。ただし検定した理由については不明。作曲家別名曲解説ライブラリー3ベートーベン。 P123, ありがとうございます。